やっともうこれは出るしかないと思ってグッて出ちゃったんですよ最後に、うん、そしたらあの出れたんだけども、うん、その時にパッてもう外に出て前の車が大丈夫かなと思って大丈夫じゃないよ大丈夫だったんですよ後ろの前の車はこのバンパーだったあこんなこと言っちゃいいのかなここだったから何にも被害はなかったんです、うん、あよかったと思って、うん、じゃあ行こうと思ってパッパッパッて自分の方車に行ったら、うん、助手席のドアがもうボッコボコにへっこんでて、うん、あーまずいこれはお父さんに怒られると思ったんだけれども、うん、とりあえず約束してるから行っちゃおうとか思ってベコベコのまま行ったの行ったんですよ、うん、もうそのドアがあの表からも中からも開かなくなっちゃってて相当やったのそれ相当やったよそれそこまでいやでもこれはとりあえず約束してるから行かなきゃって行かなきゃっていう使命だけがあって行ったんですよ行ったんですよで買い物をして帰ってきて、うん、でお父さん帰ってきてたから、うん、あのぶつけ中国帽かぶってぶつけちゃったんだって言ったら、うん、まあちょっと怒られたけどもしょうがないって言ったしょうがないっていうことになっても初めてだしっていうしょうがないってことになったんだけどなんかぶつけたら普通車を置いていくとかなんかそこのすぐ近くに車屋さんがあるからそこに行くとかするのにお前はずぶといなって言われたんですよドアが開かない状態なんだからね神経がずぶといなって言われたんですそういう問題じゃないよねべこべこなんだろドア開かないそうなんです1月3日は1月3日は乗ってたんですよ、うん、で事務所の車を借りてて事務所の車ぶつけたのそうでいやそうって軽く言うよで父親の車に後をついてってるとこだったんですねこうやって、うんうん、でまあいいだろういいだろうとか言って弟が乗ってるから、うん、気持ちいいでしょなんつって、うん、走ってたんですよ、うん、そしたら道路があってね、うん、細い道路でこっち側が工事中だったんですよ、うんうんうん、で片側通行になってて工事用の臨時のこういう信号があって、うん、赤になってたんですね、うん、で前に父親の車が走ってて、うん、で走ってたら赤だったんですねで、うん、あれこれ信号じゃないのかなって思ってパッて前向いたらもう止まってて行っちゃってたんですよ間違えてお父さん車そう、うん、であれこれ赤じゃないのかなって思ってパッて見たらもう止まっててブレーキランプがついてて、うん、あ行けないと思ってブレーキをガーって踏んだら、うん、もう間に合わなくて弟なんか隣で叫び続けててあお姉ちゃん危ないとか言っててで踏んだ時にはもう間に合わなくてドンってコツンって嘘つけ嘘つけそんな何がコツンいや お父さんは娘から追突されたお父さんとあんまいないだろうねそれで、まあ、私あどうしようどうしようとかこのまんまでもう動けなくなっちゃって、ね、でお父さんも出てきてくれないしあどうしようとか思ったら、ね、しばらくして出てきてくれて、ね、であこれは私も出なくちゃと思ってパッて出たら、ね、ライトのところが割れてて、ね、コツンじゃないじゃないのボンネットっていうんですか前のここはちょびっと膨らんでたんですよこれはちょびっとだったんですよ本当に、ね、でまあしょうがないから行くぞとか言ってお父さんもムッとしちゃっててムチ打ちにならなかったお父さんお父さんムチ打ちになったとかなんかブツブツ文句言ってたけどそんな大したことなかったんですよ、うん、もうそれから弟が怖がっちゃって、うん、もうちょっとブレーキを踏まないだけでもあお姉ちゃん危ないとか言ってもう絶対乗んないとか言われちゃって弟じゃなくても乗らないよそれそうですか信号よく見してねちゃうね気をつけてはいあじゃあお友達を紹介してあはいですね、うん、私ファン女の子なんですけど、うん、ファンなんですけど、うん、深津絵里ちゃんあ深津絵里ちゃんあそうあはいん何言いたいことあったらいいいやその予備校部議今週の金曜日9時から、うん、あ他局で申し訳ないんですけどあいいですよこの番組何でもいい出るんです今週から始まるんですでそれに深津絵里ちゃんも出ててあそれでねで私もファンなんで、はいはい、最初にしようかはいお願いします危ないね。お前三田寛子の話はすごかったよな。ガリ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 って駐車場入れるのはいつもこういう音がすると思う。バカだな。駐車場入れるのはそういう音がするもんだと思ってたんだ。ガリ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 。何ヶ月か経ったこれはぶつかってんだと思った。ベロベロになってた。危ないよね。もしもし。フジテレビの笑っていいとも山中と申しますが、お世話になっております。予備校武器に出るんです。あ、はいはいはい、あ、5回言ってこいって言われたんです予備校部議ってだからお金もしもしお金くれもしもしはい、ちょっと待ってくださいあ、はい、はい、
もしもし。もしもし。あ、どうもどうも。こんにちは。こんにちは。今週から始まるね、予備校ブギー。3回目3回目ね、はい、一緒に共演させていただいてて、はい、もしもし、タモリです。あ、どうも、久しぶりです。どうも、久しぶりです。予備校武器俺まで金曜日の明日大丈夫ですか？はい、頑張ります。頑張ります。頑張ってくださいね。頑張ります。それじゃあ明日頑張ってくれるか？いいと思う。いいと思う。